なんかめちゃこうキレが増してるような気がしますけど。おはよう。どう調子は？あ、いいね。どうですか、ジレちゃん。いいっすね。今日の黒帯ワールドは夢の顔合わせ。高速パンチ女子高生木大優奈さん。2、3、4。伝統空手女子長野ジュリアちゃん。いやこれ間違いですよ。前回はジュリアちゃんが木大さんに高速パンチを習って、木大さんがジュリアちゃんに型を習いました。盛り上がりましたね。紫藤流のジュリアちゃんがなんと新極真界の変則上段回し蹴りを習っちゃう。もちろん先生は木大さん。最後になんか自分の流派にはない蹴り技に大苦戦のジュリアちゃん。こうなりますよ。なるよね。なりますよ。やったことないですもん。そりゃそうだよね、はい。と思ったら、おとできてる。マジで？これは才能ありなのか、それとも先生がいいのか。高速パンチ女子高生と伝統空手女子、夢の共演は変則上段回し蹴り。今日はですね、あの人を呼んでます。はい、はい、なんとあの高速パンチの女子高生木大さんです。どうぞ。はい、どうぞ。久しぶりですね。久しぶりの挨拶してください。久しぶりです。木大さんね、17歳になったそうですよ。若っ。ジュリアちゃん今何歳？いやー、もう一応23です。あ、一応って。そろそろ4になっちゃうんで。あ、何月生まれだ？2月です。あ、2月何日？2月10日です。2月10日は2月10日ですよ。ジュリアの日。ジュリアの日です。はい。木大さんは11月7日でしたっけ、はい、いいな木大って覚えちゃいましたよ。いいな木大ということで、今日はですね、あの木大さんに高速パンチではなく、木大さんの変則上段回し蹴りをですね習ってみたいと思います。早くしゅー。イエーイ。ジュリアちゃんは蹴りはそんなには全然得意じゃないです。得意じゃない、はい、ということはもう白帯の気持ちで、はい、習ってみましょうか。おっす。もう木田さん完全にお姉さん的な感じですけどね。はい、どうです木田さん、このジュリアちゃんを見て。いや、明るくて可愛くて。お姉さん、はい、いいんじゃないみたいな感じで逆転してますよね。はい、で木田さんもでもこの前の話だと、普段はもうもっとイエーイみたいな感じなんですよ。はい、そうですよ。やっぱり道着を着てるからピシッとピシッと、はい、見てこの道着の袖の短さ。すごい。さすが。ちょっと並んでみて。何これ。冬でも半袖でいる子供っているじゃないですか。そういう感じですけれども、それではですね、早速木大さん、まずは見本をね、見せてください。なんかめちゃこうキレが増してるような気がしますけど、朝一の時よりも。どうジュリア、これめっちゃかっこいいですね。普通の回し蹴りとどう違うか分かる？君見てるだけで。君のほら流派にはないじゃない。ないですね、うん、どう違うか分かる？見ただけで。落ちてる。落ちてる、合ってますか？まあそうですね、まあ、先生まあそうですねっていう。はい、じゃあちょっとこれを先ちょっと木大さん教えてあげてもらえますか。はい、はい、最初は本当組み手で使うときは前蹴りから前蹴りに意識させた状態で、前蹴りのもうほとんど蹴っちゃうんですけど、で畳んで、そうですね、前蹴り
ける軌道から一回畳む、一回持っちゃってもいいですね、最初は。はい、こう持っちゃう。そうです。すごいね、木田さん。なんか今クイーンって持ってみて。おすごい。なんか面白い。なんかでもこういう切りもあるんですよ、わざと持ってこういう切りもあるんですけど、まあでも最初はここで持って。すごいな。じゃあ持ち慣れてる感じでそのままご飯食べれそうだ。まあコツは、抱え込むことですね。ここでまずここまで抱え込んじゃう足を、その時に回す足、こっちの軸足を、そうですね、相手の方にかかとを向ける軸足を、あ、そんな感じです。でその時に一回持ってみて、最後に。おお、なんか面白いね。慣れすぎてっか。あ、そうやって話すんだ。そうですね。最初はそうやってやってもいいかも。前蹴りから抱え込んで、あ、そうですね。ちょっと今思ったんだけどさ、向井さんさ、こう。よ、どう調子はみたいな感じでこう抱え込んでポンみたいな。できそうだよね。ちょっとやってみて。え、おはようみたいな感じで。おはよう。あ、そうそう、そういう感じ。だ、おはようって抱え込、あ、抱え込んで、どう調子はポンみたいな感じで、ちょっと横位置で、はい、ここで、はいはい、おはよう、どう調子は。そう、それをちょっと間を空けてお願いします。あ、おはよう。どう調子は。あ、いいね。どうですか、ジレちゃん。いいっすね。これできたらいいよね。はい、本当自由自在な感じですね。すごいな。はい、じゃあ抱え込んで。おお。でもここからのこの持っていき方うまいと思います。うまいと思います。うまいと思います。初めてにしては、はい、なるほど、うん、ああ、ね、その時やっぱ木田さんちょっと状態を倒してますよね。そうですね。あ、ジュリアちゃんはちょっとまあ倒れがないから、うん、ほうほうほう、はい、難しいと思います。なるほど。じゃあダメ元でやってみましょうか。そうそう、前蹴りからですね。一回ちょっと見本見せていただいて、前蹴りから。前蹴りは茶道で、その後に。おお。持っちゃっていい。持っちゃって。あ、無理だ。高い。やばいわ。やばいやばいやばい。全然違う蹴りだよ。高いですね。低めでお願いします。待って待って、ちょっと待ってください。びっくりしてしまう。まあしょうがないよね、初めてだからね。うんうんうん、そんな感じ。ぎこちない。しまう先生、これあの悪くはないですよね。ただ全然悪くない。バタバタしてるだけですね。そうそうそう、このバタバタちょっと直してもらえますかね、なんか。自覚なし。いや、悪くないのよ。ちょっと一回やってもらっていいですか。うん、はい。あ、そうそうそう。ちょっとできたっぽくないですか。あの前の手を、この構えてる前の手を、ひどく足が回りやすくなるんで、こう早く。うわ、やば。持ってったらいいのかな。はい。これ別に掴まなくてもいいんですね、最終的に。最終的には掴まずに、うん、最初は掴んだ方がいいんだ。掴んだ方が狙いは、あ、なるほどね、はい、掴まずやってみてもいいかもしれないですね、その流れで。リズムが違う分いいかもしれない。全然わかんない、自分じゃ。わかんない。さすがでしたね、ジュリアちゃん。ほんの15分の体験で
コツをつかんだようです。これも木大先生の教え方がうまいから間違いない。結構今このたった15分ぐらいしか経ってませんけど、意外に全然できててびっくりです。あら、ちょっとね、木大さんが所属しているのはどこだか知ってますか？新極真会。そうです。はい。支部の名前は知ってますか？川崎本郷支部。どこですか？東京城南川崎支部。あ、惜しい。惜しかった。東京城南川崎支部ということで、今日はですね、なんとジュリアちゃんのために新極真会、全国の新極真会がですね、凄腕の女子たちが、次々とやってきて、次々とジュリアに技を教えてくれそうなんですよ。おー、はい、さあ、次回もジュリアちゃんが新極真会の女子たちに必殺技を習っちゃいますよ。お楽しみに。 Everyone is a hero in クロービーワールド。クロービーワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまたクロービーワールドでお会いしましょう。